ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画はいつもと違いますよ。みんなで投稿、100マスビンゴのキャンペーン動画です。MV ライブ楽曲100曲突破記念で、みんなでプレイ動画を投稿しようって企画だな。そう？普段はスカウトをひたすら弾いているだけの当チャンネルですが、本当に弾いてるだけだよな、うち。やっぱりこのキャンペーンは参加したいかも、と思いまして。慌てて撮影をしています11月下旬です。え、このキャンペーン11月までだよね？何の曲にしようとか悩みすぎて大変でしたよもう。せっかく楽曲お任せ機能がついたのでそれを使うとかも考えたんですが、それだとオリジナルメンバーにしたくなるだろうし、推しが5人なので推しのライブにしたいというのもやっぱりあったので、結果ここは歌い分けにしようとなりました。散々悩んだとは思えないぐらい王道。歌い分けの中でまたどうしようという話なんですけど決めましたこちらです。フュージョニックスターズ。歌い分けだけじゃなくてセンターで演出や譜面が変わるのが楽しくて好き。オールスターズ楽曲は配置考えるのも楽しいんですよね。さてこのメンバーでどう編成しようかという話を始めますね。あれライブいつ始まるのかな？まず一番大事なセンター。私的に推し5人全員センターなのですが。この曲のセンターはウィンクしたり飛んだり結構元気に動くので、このメンバーだとやっぱユウくんかな。運営さんもこの企画でライブ編成の実況されるなんて思ってないよ。めちゃくちゃ楽しい。そしてこのステージは最初3人と2人に分かれるので、4番さんと5番さんはできれば関連のある子を入れたいですね。ということで今回はイブです。セナくんとユウくんもちょっと考えたけど、セナくんはステージ上ではユウくんにそんな絡まないのでこれでいいかな。お姫様にパフォーマンスしてくれるセナくんいいよね。一生この画面のままでも喋ってられそうだなこいつ。難しいのが2番さんと4番さんが手を振って合流するんですよ。そうです。ここでイブと手を振っても違和感ないのユウくんぐらいでは問題が浮上。眠くなってきたなぁ。と思ったんですけどジュンくんと緑くん、サークルが同じなんですよ。あと3番さんは2番さんの肩に手を置くところがあるけど、セナくんに対してその動きの緑くんはちょっと違和感あるし結果ちょうどいい。推し5人でライブしてもらってるとたまに、緑くん流星隊に帰りたいだろうなって申し訳なくなってたんだけど、そりゃそう。新章でさらにいろんなこと絡む緑くんを見てると大丈夫な気がしてきた。いけるいける。じゃあユニット編成はこれでいいとしてあと衣装ね。まだあんの。いやもう衣装はそんなに迷わなかった全員フィーチャーでいきます。ユウくんのストーリーでも専用衣装を広めする舞台みたいなワードあったので、それです。そうですか。語り足りないけどそろそろライブ始めますか。そもそもここ語る時間じゃないからね。動画でプレイしたのは、あ、ジュンくんのボイスだ。実況できるかなこれ。ふふあの時の私とは違いますから余裕でパフェコン取ってやりますよ。保険フルコンしてやりますよ。あ、ミスったわ。フリかな？フリじゃないよ。公式放送でフルコン一発勝負とかあるじゃないですか。そのイメージでやろうと思ったんだけどこれマジで緊張する。かわいいイブ。この日よりさんの SCR 好き。そしてペンライトが綺麗。推しの顔がいい。フィーチャー個性ありすぎてて好き。かわいいイブ。さっき聞いた。トラップ4聞きすぎてるからかこの二人の歌声安心する。あ、ここですね。きっと緑くんは内心陽キャってなってるよ。日和さんのボイス、コンボ継続のボイスも加わりましたよね。とか言ってたら緑くんのよし、難しいところがうまく決まってよしっていう緑くんなんかいいな。やばいこれ普通に推しの歌を聴きたくて黙ってしまう。あーゆうくん、やっぱセンターの動き合う。じゅんくん、この衣装は次に見えるけど意外とお腹が見えるんですよね。ここ好き。この譜面やりやすくていいよね。実装された時何回もいろんな組み合わせでやるからありがたかった。いいね、ゆうくんソロ。セナくんのボイスとともにアンサンブルタイム突入。6周年 SPP、3種類とも好きだなぁ。ジュンくんの歌声も好き。センター楽曲嬉しかったなぁ。そういえばノーツデザインは私いつもこのタイプ B です。初期の段階でフリップが一番見やすい気がしたのでそこからずっとこれです。来ますよ、ユウくんの SPP。ひえー、この SPP 最後の表情好きすぎて困る。さてトリックスター仕様の演出とノーツ。エデンのノーツが一番難しい気がするね。ナイツもちょっとやりづらいかな。楽曲が増えてきて、ノーツもユニット個性が出てきましたよね。改めて曲まで変化するのすごすぎる。全アレンジ好きだなぁ。このセリフは新章ならでは過ぎて泣いてしまう。
ここ好き。とんでもなく労力がかかっていると聞いて余計好きになったな。我々が知らないそんな苦労が山ほどあるんだろうな。本当にそうだと思う。運営さんいつもありがとうございます。はい、かわいい。6周年を楽しんでいるうちに7周年が近づいてきましたね。よかった、不利にならなかった。キャストさん、これ全ユーザーへのダイヤかかった状態でやってるの？これがさざなり順だって胸張って言えるような最高のライブっすよね。最高のライブでしたね。改めまして100曲突破おめでとうございます。さらにこうしてキャンペーンまでしてもらえて嬉しいです。実況はあってもなくても OK とのことだったので私はいつも通りやっちゃいましたが、めっちゃ楽しかったです。たまにはこういう動画もいいね。普段動画の投稿をしていない方でも参加できるよう公式動画が出ていたので、皆さんもぜひ参加してみてくださいね。あっさっきも言ったけど期間は11月30日までなので急いで、キャンペーンの公式サイトとか概要欄に貼っときますね。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。